はなりませんでした。 こんがりスライス、こんがりスライス、また、こんがり、おいしそう。
先輩、タバコ吸いました？焼肉ランチを2個おかわりして 100m 汗だくでダッシュしてきました。特許消臭技術、男の匂い、撃破、リセッシュ、除菌 EX、ミオドラントパワー。その走りは親子の絆を強くする。あなたの翼のようなタイヤブランドへ、グッドイヤー。お茶のいいとこ丸ごと出し切る新生茶。肉厚の MGRKP がサクサクなんですよ。 DJ が SP ってところがやめられないっすね。マグロ活獣 HM ホットモット。大相撲夏場所の番付編成会議が行われ、木瀬部屋の宇良が十両に昇進しました。もう常に今挑戦者の気持ちを持って、思い切って自分の相撲を取っていきたいと思います。実はこの裏、信じられないような大技を持っているんです。3年前の世界大会、相手の懐に潜り込み後ろに沿って倒す、その名もイゾリ。めったに見られない大技を武器に世界一に輝き、ついた異名はイゾリの裏。彼の強さの訳は驚異の身体能力にあります。はい、力士とは思えない身のこなし、これを相撲に取り入れると、173センチと小柄ながらも大きな相手を次々に投げ飛ばしていきます。5年前、67キロだった体重は今や122キロ。体作りにも成功し、元横綱貴乃花や横綱白鵬も上回るスピード出世を果たしました。まあ、結局なんか体重もいろいろあると思うんですけど、何が一番楽しみにしてたというか。給料が出るってところですよね。そして十両昇進を機に注目されるのはやはりこの話題。特に封印したわけではないんですけど、若っちゃんの最善の策を尽くしていくだけです。